こんにちは。こんにちは。今日はキャンプ動画ではなくて、昨年購入したフリードのレビュー動画になります。ちょうど1年経ったんだよね、うん、買ってから。で、結構フリードに迷ってるんですけど、いいですかとか、キャンプで使ってどんな感じですかとか質問が来るので、うん、1年使ってみた感想をちょっとお伝えできればと思います。実際にフリードがどのぐらい積載できるのかっていうのも紹介する。うんうん、はい、え、リスじゃん、あれ。怖い怖い怖い、カラスカラス、どこ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 。え、リスだ。何本目の木？一番左。あ、いた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 、はあ、前回あげた動画がさ、会話少ない動画で、どうしたんですかお二人みたいなとか、面白くないとかもなんか結構辛口の言葉も来てたんだけど、実はあれ喧嘩してたっていうね、うん、でもさ、最初は喧嘩してなかったじゃん。で、あ、そう最初から今日はちょっと景色重視の、うん、自然音重視の、なんか海外の人に北海道の雪、うん、景色の魅力を伝えられるような動画を撮ってみようって、うん、喧嘩してない時に言ってたんだよ。いや、そう、ちょっと自分たち喋りすぎてて、うるさいよねとかってやってた途中で喧嘩しちゃったのね。そう本当に会話なくなっちゃって最後まで会話のない動画になった珍しいことです。キャンプ2年ぐらいして初めてだったよね。そうだね、うん、じゃあそもそも喧嘩が5年ぶりぐらいの喧嘩で、よりによって喋らない動画撮ってる時にちょうどよかったのか、逆にそうね、タイミング良かったかもしれない次の日アイス食べてすぐ仲直りしました、うん、じゃあフリードのいいところは、これ動きながら撮る。ああ、そうだね、うん、いや今日めっちゃ晴れてるよ、うん、八犬山もめっちゃ綺麗だ。まあ、じゃあ私なりの視点でいい？いいよ。その次県ね。うん、まず、うん、めちゃくちゃいいサイズ、うん、うん、その私が懸念してたキャンプギアいっぱい積む、うん、ような車にするんだったらどんどん大きくなっちゃうから、ノアとか、そうそうそう、ボクシーとか、うん、私がなんだろう、あんまり大きい車を運転したくなかったんだよね、うん、でも私が一人でも運転できるっていうのが結構重要ポイントだったから、うん、フリフリはもう全然県外いない時も一人で運転してるんだよね、うん、っていうので、そのちょうどいいサイズ感、本当に、うんうん、なんだっけ、ちょうどいい車フリードみたいなキャッチコピーだっけ、ね、そうだよね、うん、本当にまさにちょうどいいって感じ、うん、ちょっと今中をお見せしようかなと思ったんですけど、この200円まだ外してなかった。だってさ、しかも200円だったんだこの商品。いや、ね、で、私がめっちゃ気に入ってるのが、うんうんうん、これ別にフリードじゃなくてもあるんだけど、うん、シートヒーター。ああ、はいはいはい。なんかこれを手に入れてから、うん、マジで世界変わって、うん、あのキャンプの後の、うん、なんか帰りの車とかももう超ポカポカで震えることなくなったよね。うん、そうそうそうみたいな。なんか最初オプションでさ、つける、うん、新車買う説出てた時にさ、オプションでつけるつけないの時にさ、うん、別にいらないよって言ってたじゃん、うん、でもさ、本田さんがさ、本田の人がさ、いや一回これ使ったらもう本当に離れられないぐらいいいですよって言ってて、うん、そんな変わると思ってたけど、うん、めっちゃ変わってで結局新車にはせず中古車にしたから、もともとついてたんだよね、うん、ラッキーと思って使ってたんだけど、めっちゃいい。いいね。特に北海道とか寒い地方はあった方がいい、絶対に。あとはだから、まあ、コンパクトで運転しやすい、うん、シートヒーターシートヒーターで、まあ、単純にこの辺の前がノートだったから、うん、めちゃくちゃ積めるっていうところだよね、うんうんうん、なんかその積む時にあんまりなんこれだったら入らないからどうしようっていう、なんか無駄 なんか心配をしなくてよくなった、うん、後ろを見てみる。じゃあ一回これ出してどんな感じのまず広さなのかっていうのを見てもらうか、うん、でどれぐらい入ってたのかね、うんうんうん、え、すごくない？こんな積んでたのしかもまだ余裕ある感じじゃなかった？全然、だって上とかめっちゃ空いてたもん。いや、めっちゃすごくない？すごい。ええー。このコールマン2つでしょ、スミス。すごいっす。これね、バッグの8センチマットが2つ。これは天幕のグランドシート。で、
ビジョンピークスのタープ。結構大きいよねこれも。大きいね。ミニテーブル、天幕のミドル、キャンピングムーンの三段ラック、なんかモコモコジャケット、モコモコジャケット、この銀マット、コロナストーブ、私とケンのリュック、リュック2つね、ジャクリー、ポータブル電源、灯油、クラボックス丸1、巻き、まあまあな巻きの量、小川のテーブル、これ結構デカめ、上が床に敷くカーペット、はい、これはなんかね、ストック系か、ティッシュとか、うん、そう、車、車内の掃除機、そうそう、これとか買ったんだよね、うんうん、ウェットティッシュとかものストックも入ってる、入ってます、そう、すぐなくなっちゃうから、そういうものはいくつかストックを入れておいたままにしてる、うん、で、これが枕とか寝袋とか、シングル、シングル、一応中見てみよう、うん、結構この中も入ってるんだよね、うん、電気毛布2個と、ナンガの線の寝袋、うん、これも2個入ってる、2個入ってる、で、あと枕も2個入ってる、うん、結構普通の枕、うん、コンパクトじゃない枕、はい、2個も入ってる、うん、もう1個リュックあったわ、線のカメラリュック、はい、クーラーボックス丸2で、シマさん、シマ、結構かさばりますね、今日さ、これ車に持ち込むときにさ、うん、近所の隣のおばさんにさ、見られたんで、うん、恥ずかしいよ、マジ恥ずかしかったずっと恥ずかしい恥ずかしいしたもんな、でも恥ずかしいと思うなんて失礼だ、シマ、シマかわいそうに恥ずかしいと思われて、こっちが焚き火台とか、うん、オイルランタンとか、ファン、ストーブファンとか、キャタツみたいなやつとか、うん、なんかこういうオイルとか、うんうん、これは食器類が入ってる、レスティンとか、うん、フライパンとか鍋とか、うん、バーナー、バーナーとかシェラカップとか丼とか、うんうん、とかミニコーンとか、こんなもんかな、うん、終わり、すごいね、そう、これで結構まだ余裕あって、上とか結構スカスカなんだよ、そうだね、だからもうちょっと乗せれるし、あとあのシート倒してないよ、そう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 、うん、シートこの状態で置いてんだよね、そうそうそう、この後部座席倒さないで、うん、いつもうちら荷物積むんだよね、うん、なぜならめんどくさいそうそうそう、ちいちさ倒してっていうのが、そうそう、うん、結構家族とか乗せること多いから、うん、また開けてみたいなめんどくさいから、うん、普通にここに積んで、その後部座席の普通にシートの上に荷物とか置いてんだよね、ここに、あ、ちなみにこのシートはやっぱりキャンプ行くと砂とかで汚れちゃうんだよね、だからそれが嫌でカバーみたいなの買いました、うん、Amazon で、うん、めっちゃ安かった、そうだね、うん、だからこれを倒せばもっと入る、倒してみる今、うん、すごいすごい、めっちゃ広い、めっちゃ広い、これならやっぱもっと乗るよね絶対、全然乗ると思う、うん、これ車中泊できるんだよね、うんうん、まあ俺らやったことないんだけど、車中泊できるっていうのも、まあ、魅力な部分だよ、うん、175cm ある、僕が寝てみるとこんな感じ、余裕ってわけでもないけど普通に寝れるって感じ、うん、足は出る、あれ出なくなった、ちょっとだけ足出て背伸びたんじゃない、背伸びた、あれだ、このあ、前のシートを、そうそうそう、もっと前に出すんだ、これ前に出したらいけますわ、うん、こんな感じで、まあとにかく2人で行くならもう全然荷物もこれだけ積めるし、車中泊もできるし、うん、大容量ってことはこれで伝わるかなと思います、はい、ちなみにね、私結構好きなのがやっぱこの下なんだよな、この下にめっちゃ入るのよ、そう、ちょっと見づらいんだけど見えますかね、結構広いよね、ちょっと行ってみて、うん、小川の結構大きめの、うん、結構後ろまで行くんだよね、うんうんうん、これも行けるよね、うん、上に、これキャンピングムーンの三段ラック、うん、でグランドシート、タープ入んのかな、お、え、タープ入った、タープ入る、すごい、すごい、ちなみに今後部座席倒した状態でもう一回詰め直してどれぐらい隙間空くかっていうのを、うん、すごいめっちゃ広くなりそうだ、こんな感じですね、すごいね、すごい空いてますね、ストーブあと1個でもいいし、薪ストーブもなんなら詰めるんじゃない、うん、あとはテントあと2個ぐらい詰めるかも、うん、で
ぱ倒した方が明らかに詰める量が増えるっていうことは分かったね。そうだね、うん、でこんだけ入れてもこんだけ隙間がありますということです。剣は剣の1年乗った良かったところ、この積載以外に高速乗るときさ自動運転できるじゃん、あれめっちゃいいなと思って。速度とか設定してんだっけ？設定するのもできるし、前の車に追尾するっていうモードがあって、一定の車間距離でずっとついていくみたいな、うん、それめっちゃ楽。いや今の車はもうどの車にもついてんのかもしれないけど、あれめっちゃ楽だね。確かに、ね、13年前の車乗ってたのうちらぐらいなのかもしれないよ、ね、そう今買い替え考えてる人さ、すで、うん、にさ今乗ってるやつがさ割と 5,6 年前の車でさ、うん、そんなのついてるよもうみたいなてか俺ら ETC で喜んでたからね。確かに ETC だっつってそれも言っといたらけん、 ETC がついてることで。いやいや恥ずかしい恥ずかしい、さすがにそれは言えないあと何、駐車場は割と駐車場にも入れるっていう、立中とかにも。これが170ぐらいだったんだっけ。ボクシーとかセレナとかノアとかが厳しいところフリードが入れる時があるね、うんうん、中型ぐらいのね、中型ぐらいの、うん、だからわざわざ青空探さなくても青空駐車場、結構街中とかでも車は入れやすい。そう、まあ限られてるけど、うん、ちょうどいいんだよ、ね、うんやっぱりちょうどいいのよあとはそんな感じ。デメリットとかは言っとく？もう思い浮かばないけど、なんか燃費そんなに良くないと思うね。わかんない、ずっとエコモードで走ってるんだけど、この車はガソリンオンリー、うんうん、ハイブリッドじゃないってこと。ハイブリッドではないです。でリッター 12.5 キロとかなんだよね、多分あんま良くないと思う、うん、ハイブリッドにしてたらもっといいんだ。いいけど言うても多分16とか17っていう説明だったよ。多分ハイブリッドってもっといいんじゃないかな、多分20普通に超えてくると思うんだよね。うん、燃費ね、それは大事だよね、うんかな。あとデメリットは特に、なんか冬、北海道の冬って結構その車高、うんうん、こう低かったりすると埋まったり心配なんだけど、今年の冬は全然埋まらず、一回も埋まってない、うんうん、吸ったりはたまにあるけど雪にね、うんうん、問題なし、うん、そんな感じですか。あ、色どうだった、色黒か白で迷ってたじゃん。全然可愛いよ白、まあ汚れるけどやっぱり、うん、まあ今いやでもこれ洗車したけどさ、洗車した次の日にはまたこうなっちゃってる、ね、うん、冬はもう仕方ないですね。私は白良かったと思ってる、うん、白いいわ。あとスライドドアがいいとか、それ結構でかいよスライドドア。何かとねやっぱりスライドドアで良かったなって思う瞬間があるんだよね、うん、スーパー行った時はもちろんで、あとうちの車庫さめっちゃ狭いんだよね。狭いんだよね、うん、スライドドアだったら全然問題ないね、うん、うん、いいよね、うん、いやキャンプやる人だったらなおさらそれ感じるんじゃないかな、うん、だから荷物をさ下ろしたり積んだりっていう回数が普通の人よりも多いわけでしょ、うん、絶対いいと思う、うん、あとやっぱり子供いる人は隣のねドア車にバーンってしない安心感もあるだろうし、うん、なんかさここに俺ら結構リュック置いとくじゃん、で向こう側の端にもリュック置いといてさ、うんうん、こっち側ケイト向こう側俺のリュックみたいな感じで、ここをさスライドで開けて、まあ、夕方になってちょっと温泉行くかってなったらもう必要なものだけ出してで行く、うん、で帰ってきたらもうそのまま入れて閉めるみたいな、うん、すごい効率がいいと思う、うん、それスライドじゃなくてもできんじゃないの。でもなんかさこうなんだろう、そのドアってさまあねここまでしか開かないじゃん、うん、あ確かに作業しやすいってことね。そうスライドがここまで開くからさ、うん、すごい楽。まあトータルして評価は5ということでいいんじゃないでしょうか。 4にしておきますか、燃費の件で。いやー 4.5 星 4.5 いただきました。マックス3じゃなかったっけ星。あ、じゃあ 2.5 2.8 2.8 いただきましたありがとうございます。フリードさん、ちなみにうちはフリードではなくフリードプラスでございます。はい、はい、そんな感じでフリードの1年使ってみてのレビューでした。ちょっと今年こそは車中泊したいね。するね、絶対する。なんか俺ら白いものばっかり集める傾向にあるんじゃないフリードも白だしさ、シマも白だしさ、フニオも白だしさ。白が好きなんだ。白好きなのかな。ん、見てあれ服は黒長く大事に使います。しばらくもちろん買い替えの予定もございませんし、壊れるまで乗ります
本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。熊本もフリフリで行きたかったけどね。さっきさ、ここのキャンプ場入ってくるときに広島から、あ、そう、ジムニーで来たっていう方がいて、いて舞鶴から乗って小樽で降りたって言ってたんだよね。てか今年絶対フリフリでまたフリー乗って本州行きたいから、うん、いろんな景色を見せてあげよう。次は舞鶴か。